イサキとサトシの大浴場。はい、暑くなってきましたから、はい、頭がおかしくなるのもわかります。あ、違う、今震えてんの。あ、なるほどね、うん、今回の動画のテーマだ、はい、やっぱりこう暑い夏にね、はい、入りたくなる水風呂といえば、グルシンでございますよね。でございますね、はい。グルシンというのは、温度一桁台、いわゆるシングルをね、はい、業界用語風に言ったサウナ用語でございます、はい、ということで今回の動画は東京都内シングルの水風呂がある施設5選ということでね、発表していきたいと思います。はい、まあ暑い夏に向けてね、皆さんもこの動画で予習して、もっと暑くなったら行ってみてください。そうですね、夏休みもありますから、はい、地方の人もね、都内にサタビとか言って出かけてきた時はね、うん、そういう施設攻めてみるのもありかもしれないです、うん、ということでいきましょう。レッツグルシン。はい、ということでまず一つ目ですけどね、はい、まあそうですね、有名どころ順ぐらいの気持ちで出していきましょうか。そうですね、はい、まずサウナ東京ですね。はい、はい、水風呂は2種類か 3種類かな、うん、選べます。はい、その中に一つグルシンがあるってことですね、はい、選べる水風呂だからこそね、挑戦したくもなるし、途中で変わることもできるし、冷冷交代浴にも使えるしね、はい、いいことずくめでございます。そうだね、うん、しかもサウナ東京さん、サウナの数尋常じゃなく多いです、うん、なのでね、サウナの入り方によってね、水風呂の入り方も変えれるんですけど、あちあちのところ入った次はやっぱグルシンですよ、うん、これ真夏に入ってご覧な採用採用ちょっとまだ行けてないんでね。そうだね、イサキはまだ行けてないですけど、はい、まず一つやっぱ一番最初に出てくるサウナ東京、もう全サウナーにおすすめしますよ。サウナ好き、水風呂好き、サメシ好き、サメシ好き休憩好き、はいはい、皆さんにおすすめできます。はい、はい、まあいろいろ言っちゃいましたけどね、一つ目なんで、はいはい、許してもろて、はい、はい、一つ目がサウナ東京でございました。はい、ということで二つ目いきましょう。はい、こちらがですね、池袋カルマルでございます。はい、カルマルね、今度僕が行ってないんですよね。はい、はい、ここはね僕だけ行ったんですけれども、はい、泊まれるねサウナ施設ということで、まあ、従来のねカプセルホテルとかそういうイメージよりはもうはるかに綺麗な、サウナ特化型のね、はい、カプセルホテルになっておりまして、はい、こちらもねサウナがね5つかな、うん、と、水風呂と数えてもまで4つあるのかな、うん、そうですね、うん、ありますね、はい、ここも非常におすすめの施設でございます。はい、まあ、シンプルにこう熱いサウナだったりとか、うん、あと珍しいところで言うとね、ケロサウナとか薪サウナとか、うんうん、はいはい、なかなかね味わえないねサウナがね楽しめるのも魅力の一つなんですけれども、ね、はい、なんといってもねグルシンの水風呂にね注目した時、はい、サンダートルネード、通称サントルと呼ばれております。あ、通称があるんですか。通称サントル、はい、分かんない、そう教えてもらいました僕は、ね、なるほどね、視聴者さんにね、はい、まあ、バイブラとかさ、うん、ある施設ありますよ、ブクブクブクって、うん、まあ、バイブラって羽衣が剥がされてさ、はい、もう冷たさがひしひしと伝わってくるんですけれども、うん、まあ、バイブラ以外にもこう水流ってあるじゃないですか、まあ、そうだね、あのサウナリウム高円寺とかもこうバイブラこそないもののこう、まあ、水流、ね、そう違う水流流れがあるからね、そうそうそう、あれはねメリメリメリみたいな感じでこう羽衣をこう剥がされていく感じでね、微妙にこう気持ちいいんですけどね、うん、サントルもね水流があるんですけれども、はい、もうあれはね濁流といった方がね伝わりがいいでしょ。濁流とお前濁った流れだから確かに、ね、違うから、まあ、濁流のごとくね、うん、もう竜のごとくですよ、もう、まあ、そういうことですね、はい、竜のごとくですよ、もう、まあ、そういうことですね、うん、はい、竜のごとくですよ、もう、まあ、そういうことですね、はい、それでね8キロですから、はい、これは非常に冷たいですよ。そうですね、冷冷交代浴みたいにね16度ぐらいの水風呂行ってもいいですし、そのまま休憩行っちゃってもいいですし、いろいろ楽しめるね施設、ここを選ばせていただきました。はい、ということで2つ目が池袋カルマルでございました。3つ目いきます。はい、まあ、僕赤坂続きなんですけど、はい、サウナリゾートオリエンタルでございます。はい、そこですね、はい、まあ、僕らがオリエンタル赤坂って呼んでるところですね、まあ、僕らが一番最初に巡り合ったグルシンですわ。そうですね、何を隠そうね、はい、何を隠そう、うん、
うん、初めて甘みが出たのもそこでございますね。ですね、はい、なんだイサキ、なんか赤い斑点が出てきた大丈夫かな、俺もだ俺もだみたいなね、もう体がね嫌、はい、でも甘みを出しちゃうという。そうなんですよね、まあ、あそこね、あのサウナ自体もね110度超えておりますから、うん、美学値が100超えてるわけですよ。はい、はい、美学値っていうのはサウナと水風呂のね温度差の数字なんですけれども、はい、まあ、ただでさえ暑いサウナがあるのに、そこに水風呂もね実は2種類ありますから。そうなんですよ、はい、グルシンと普通の16度ぐらいのね、うん、あ気持ちよくなってた今思い出して、思い出して、あん時のね感動はね一生忘れることはないと思う。そうだね、うん、あれすごかったね。そうだね、あのねそんなに広くないんで多く語ることは正直ないんですけど、うん、深夜3時ぐらいに行ったんだよね。そうだね、めちゃめちゃ遅かったよね、うん、深夜料金みたいなの取られたもんね、うん、人はでも全然いなくて、いなくてね、でなんか水風呂がさこうなんだろう、シルキー、そうミルキー、なんかね、なんか水風呂がの上に雲が張ってるみたいなね、うん、感じなんですよ。はい、でその時初めてのグルシンだったんでね、自分も冷たすぎてなんか水に触れてる感覚があんまなかったというかね、ほんと冷たい空気に触れてるみたいな感覚だった。そうそうそう、不思議な感覚だったわけですよ、ね、はい、まあ、昨今ね赤坂にはいろんなサウナがね出てきてますけどね、結構ね忘れがちなんですけどね、もう赤坂サウナといえばそこっていうぐらいね昔からそうだねある、はい、うん、サウナですから、はい、皆さんもぜひ行ってみてください。はい、ということで3つ目がサウナリゾートオリエンタルでした。はい、ということで、4つ目いきます。はい、こちらがですね渋谷区はサウナ道場でございます。サウナ道場ね、はい、あれいつ1年ぐらい経った、あれはね1年半前ぐらいだね。そんな前だっけ、うん、ユラックスの前ぐらいに行ったのを覚えてるから、まあ薄れつつあるとは思いますが、はい、僕は鮮明に覚えています、はい、かなりね男を磨くサウナ施設みたいな、そんなコンセプトでやってて、男って漢字の漢、そう漢字の漢、はい、うん、普通のサウナ室ってさこう椅子に座るじゃないですか、うん、そうじゃなくてこう床にあぐらで、そうなんだよ、ね、目の前にストーブがあるっていう感じで、本当に名前の通り道場って感じで、ね、そうそうそう、鍛錬場だよねだから、うん、で、サウナもね結構湿度がね高めのね、うん、サウナ室で、その後ね水風呂がね、ここ9度だったかな、うん、もう男を研ぎ澄ますよ、磨いた後に研ぎ澄ますね、鍛冶屋が鉄でさこうガンガンガンっていうのキンキンにもう熱々に熱した刀を、はい、もう水に最後ジューッとつけてね、うん、出てくると、つまりもう水風呂から出た時ね、あなたはもう一本の日本刀になっていると、はい、そんな施設ですよね、はい、でなんとね今までの施設とは違って、うん、水風呂がね1個しかないんですよね、はい、16度もあって9度もあってっていうね、そういう生ぬるい設定じゃなくて、ここ行ったらここ行けっていう、はい、もうコースが確立されてます。水風呂ももう同情化してるんだよね。そうです、みんなに隙を与えない、うん、はい、逃げ場なし、はい、で、ね、動線もね非常に良くて、最後は内気奥で、あの真ん中にねすごい数のインフィニティチェアがドーンと置いてあって、そこで休めると。あんまりねこういう僕たちの動画の中でね、うん、サウナ道場っていう話が出てくることはあまりないんですけど、あんまないですね、はい、非常にいい施設でございます、はい、ということで4施設目がサウナ道場でございました。はい、はい、じゃあ最後です。はい、最後はオールドルーキーサウナでございます。はい、なんだろうな、分かりやすく端的に熱々キンキンと歌ってるのはここだけでございます。はい、はい、まあここはね俺はねサウナ道場と呼んでもいい気がする。お、もうもはやこっちが道場確かに、うん、熱々キンキンで、うん、ガラガラですよ。はい、はい、何回行っても具合悪くなるレベルで頭がグラングランして、うん、本当に体感サウナ道場です、うん、体感サウナ道場ね、はい、いやーオールドルーキーサウナがね撮りたくてみたいな部分ですから、この動画も、まあ、そうですね、はい、まあそこはね何だろうな、まあ、僕らね正直代々木新宿新南口店しか行ってないんですけど、はい、あんなのが都内に何個もゴロゴロ転がってるって考えたら、うん、すごい施設ですよ本当に、うん、会員制のサウナなんですけど、はい、まあ
スポットの利用もできて、うん、まあ、そういうとこって意外と高かったりするんだけど、普通に2,400円ぐらいでね、そう、時間帯によってね、値段、料金設定がね、2段階に分かれてるんですけど、平日の10時まで、夜10時まで、朝6時から夜10時までの間とかだと、ちょっと安い、うん、あ、ごめん、ちょっと高い、うん、あ、忘れちゃったちょっと安い時で1980円とか、うん、でちょっと高くてプラス600円みたいな、うん、2500円前後でね、うん、高くても2時間堪能できます、はいはい、でここもね、はい、まあ、さっきね体感サウナ道場と言いましたけど、はい、もう水風呂はグルシンの一つだけでございます、はい、逃げ場ないです。そうですね、道場の師匠がねいらっしゃる時がありまして、はい、急にスポットで現れるんですけど、まあ、オールドルーキー店長の岡村さんなんですけど、あの方が現れて水風呂の方に足を運んだら皆さん危険を察知してください、はい、水風呂のところにある製氷機からめちゃめちゃ氷ぶち込んできます、水風呂の中にね、まあ、それで温度が急激に下がるってわけじゃないんですけど、やっぱ表面のね体感温度っていうのはすごい下がりますし、皆さんグルシンって目で見てうわグルシンやんって思わないじゃないですか。そうですね、はい、あんなに氷入れられたらね、もうグルシンにしか見えないですよ、はい、これは冷てえわってね。確かにね、うん、まあね、その動画が見たい方はね、ぜひ、ととのい1グランプリの、ね、時にね、僕やられましたんで、はい、ぜひ見てください。はい、ということで5つ目がオールドルーキーサウナでございました。はい、いやー、ということでね、はい、一応ね、今回は23区内ということで、まあ、そうですね、絞ってね、はい、お話しましたけれども、まあ、都内近郊ね、いっぱいありますから。そうなんだよね、うん、グルシン僕ら大好きですからね、モンスターサウナとかもね、そうだね、行ったらグルシンから選べる水風呂みたいな、あれ入りながら移動できるからね、うん、1回出てとかじゃないからね、うん、9度から16度ふーんっていけますからね。そうそうそう、画期的ですよ、はい、とか、八王子のね、龍泉寺の湯もね、リニューアルして、うん、最近だと草加谷塚店もね、リニューアルして、はい、グルシンができたりとか、あとここですよ、うん、ここピンク湯、平和湯 ね、ここもね、グルシンがあるね、銭湯、めちゃめちゃ珍しいから、めちゃめちゃ珍しい、はい、はい、いろいろありますからね、はい、皆さんね、自分だけのね、夏のサウナの楽しみ方を見つけてみてください、はい、でぜひ、夏はここ行けよってとこあればね、コメントで教えてもらえるとありがたいです。はい、だってこれね、うん、僕たちだけじゃなくて、はい、コメントを見てる視聴者さんみんながこう助かるわけですから、うん、もうぜひコメントしてください、はい、ということで我々はサウナに関する情報やサウナのレビューを上げていきます、はい、サウナーの皆様チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで皆様次回の動画でお会いしましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。よいしょ。あっちへグルシン入りて、いやめっちゃ暑いな、汗だくだわ、血汗がやべえマジで。てててててて